ちそうさまでした。いいお店だったね。ね。なんかベルディ愛があってさ、うん、オーナーさんがまさかのサポーターさんのオサをやってらしたっていうのもね。代表ってことでね。そうそうそう。さっきね、うん、あの木内さんオーナーさんにね、うん、読売ランド見てくださいと、うん、読売ランドの近くにあるたこ焼き屋さんもいいですよなんていう話聞いたんで、ね、ちょっとそこを寄りながら、うん、やっぱ聖地等々力競技場までちょっと行ってみよう。だいぶ高台なのよ。あ、え、ここがベルディの、お、東京ベルディって書いてある。あ、練習してる。ああ、ベルディのマークがあって、あ、やってはるやってはる。そうね、やってますね。でも本来コロナの明けての時はみんなが多分駐車場とかに行ってで、ゆっくりと見るトップチームの選手たちもやってんだろうね。そういうこと、うん。いやでもさ、やっぱりさ、J リーグのユースとなるとすごいんだよ。レーベルが違うから。自分もあの緑着たかったな、ちっちゃい頃は。いや本当にサッカー選手になれると思ってたから。昔は。そう。サッカー選手になるためにサッカーやってたもんね。さあ。なるほどね。そう。右方向です。ここです。ああ、すごいなんかレトロな感じの。いや、大したことないです。いいですか？あ、どうも、行きなさい。お邪魔します。すごい、あ、とってもレトロな。失礼します。すごいいい感じ。もう絶対、すごい。わざわざ戻ってきてもらうことじゃなかったんですけど。いやいやいや、すみません。あ、しかも、これ、ベルディのユニフォームだ。こっちがね、ベレーザのユニフォームで、はい、こっちが、前にいた沢井選手が来てくれた時に最後置いていってくれたユニフォームと。そうなんだ。いや、大将はずっとベルディファン。いや、ところがそうじゃなくて、はい、サッカーあんま興味なかったんですよ。はいはいはい。で、その大阪出身ですし、はい、すみません、ありがとうございます。で、阪神ファンやし、まさか最初はね、読売やったからベルディ応援するなんてことは全く思ってなかったんですけど、はい、でもまあ、あの時にベルディのサポーターさんが団体で来てくれて、はい、それでもベルディのサポーターも知らずに、はい、何されてるんですかみたいな感じで聞いたら、僕ら実はベルディ応援しててみたいな感じで、店長もよかったら一緒にその試合行きませんかって言ってくれて、それ行った試合が4対3で勝つっていう劇的な試合だったんですよ。これまさかあれじゃない、相手 FC 岐阜ですか？あ、いやじゃなくて、うちはね、よかった新潟アースでした。でもうち水曜日が定休日なんで、はい、なかなか水曜日やったら年2、3回じゃないですか。そうですね。ただ去年はワールドカップだったおかげで、うん、水曜日にすごい試合があったんで、それ去年からさらに熱が入ったって感じでしたね。そうなんですね。そうなんですよ。いやだから、くさび屋の大将が、はい、ベレーザの選手も来られるし、はい、サポーターもたこ焼き食べに行くんですよ、はい、行ってみたらどうですか、はい、っていうところでちょっとお邪魔させていただいて。 ありがとうございます。もう最近は本当にアジスタで試合が終わったら、もうここもう常に満席みたいな感じになってくれて。え、アジスタって何駅向こうですか？乗り換え入れて、1,2,3,4 かな、4駅。でも4駅またいで満員になるってすごくない？確かに。すごいよね。なかなか行かないじゃん。まあまあない、遠征じゃない。そう、岐阜で4駅で考えたらもう岡崎ぐらいまで行くからね。確か。いや、すごいですね。いや、そう、すごいありがたいですね。しかも乗り換えんとダメやのにみんな来てくれるんで、一回乗り換えんとダメなんですよ。愛され店舗だ。まずたこ焼き冷める前に食べよう。はい、いいですか？どうぞ。すいません、ここでちょっとすみません、いただきます。前回僕らセレッソの回ったんですけど、はい、そこで食べたお店も塩で提供されて、はい、あー、そうですか。なんか2回連続塩で出されたってやっぱりなんかたこ焼き美味しいとこ塩で食べるんだなっていう。まあ、あの生地にしっかり味付けてるんで、多分そういうので生地に自信のあるところは塩でっていう方が多いかもしれないですね。うん、あー、しっかりめですね。うん、美味しい。塩があることによってその生地のうまみが多分ね、強調されるっていうか、うん、甘みもあって美味しい。これはだから、うん、あの量食べられるたこ焼き、うん、これ塩が一番人気なんですか？まあ、やっぱり塩とソースで半々ぐらいには売れるんですけど、うん、選手も来られるってことは、はい、こうやりじゃあ練習終わってそのまま。そうですね、選手の方はね、今のインドネシアの代表のアルハンって子がいるんですけど、はい、ベルディに。アルハンがすごい好きでよく来てくれるんですよ。先週とかもユースの試合がそこのグラウンドであったんですけど、上のグラウンドであったんです、はい、そういう時はやっぱり一番来やすいんで。そうですね、ユースの試合の後とかもなんかここ満席になってくれてみたいな感じで、
非常にだからそのヴェルディの方にはたくさんお世話になってますね。だってなんかさ居心地いいもんね。でも大将もあるんだろうけど、そう大将が作っていくとね。だってもう迷惑かけちゃならぬと思って買ってすいませんって言って帰ろうと思ったら帰ってきていいですよって言うの。すごいいい店じゃん。最初もうアジスタ行った時にはヴェルディ食がなくて、そうすあれと思ってFC 東京もまあ合わせてという話だったんですけど、はいはいはい、調布市がやっぱり FC 東京のホームタウンなんで、うん、どうしても調布駅からもうずっとあの赤尾でずっと来てて、うん、で近くの駅前にスキヤがあるんですけど、見ました、あ赤尾なんですよ完全に。で中も FC 東京ってなってるんで、中もなってるんですよ。でそれでまあ僕はちょっと府中市、もうちょっと行った府中市ってとこに住んでて、はい、自転車で通ってるんですけど、その昨日はあまりにもちょっと半袖で帰っちゃって、はい、寒すぎてもうちょっといつもやったら絶対行かないそこのすき家でご飯を食べた。もうやっぱり東京同士って、はい、ライバル関係では、まあ正直僕はそこまでその関係性っていうのはあんまり分かってはないんですけど、だから初めてこの前の天皇杯で東京ダービーを初めて見たんですよ、はい、その時の熱気を見たらやっぱり今まで応援してた方お互いに、はい、もう熱気と、あとやっぱり前回の東京ダービーは今城福監督、ヴェルディの監督やってる監督が FC 東京の監督やったんですって。なるほど、そういう歴史とかもあって、それでなんかもう熱がもう天皇杯のなんか3回戦とかやのにこんな盛り上がるみたいな感じだったんで、やっぱりあれはやっぱりだからヴェルディも今年で J1 に上がって、で来年はそのリーグ戦でね、そうですね、その東京ダービーを見たいなっていう気持ちになりましたね。東京ダービー2回やるってことになりますもんね。そのリーグでもし一緒になると同じアジスタ、アジスタがホームですから、そうですか。ホームアウェイ4試合あるんですね。全4試合ある、4試合あるんですよ。これはこの地域の皆さんは見たいよね。しかも今年町田が上がりそうじゃないですか、はいはい、で町田と FC 東京が J1 に行ってヴェルディが J2 ってなっちゃうと、なんかそっちが東京ダービーって新しい名前になっちゃったら困るなみたいなのがあって。なるほど、そうそうそう、そうか、そうか、そうだからやっぱりね、町田が上がるからやっぱりヴェルディも上がりたいって思いがすごい強いんですよね。いやいや、やっぱり東京背負ってんのはヴェルディですから。いや、そうなんですよ、そうですよ、僕と東京町田じゃないぞっていうところを見てる。そうか、みんなやっぱり思うところは似てて、やっぱヴェルディはもともとオリジナル10でいるから、そういうアイデンティティー持ったサポさんも多いんだね。丸松、はい、轟競技場にやってまいりました。聖地ですよ、まさに。ということでヴェルディのね、僕はこれを着て轟競技場にヴェルディを見に来たことは小さい頃はなかった、何十年越しの夢ですよね。今ね、ちょうどね、ウィーリーグの試合がやってるみたいで、広島対新潟、すごいでしょね、どよめいてるもんね。やっぱり、まあ、ウィーリーグといえどもね、やっぱり最近人が入ってくるようになって、女子リーグも盛り上がってるということで、轟競技場がどうやら今日は使われているということのようでございます。だから僕が大好きだったヴェルディはここで試合をしていて、まあね、昔はこんな感じでも多分なかったんだと思う。これ綺麗に多分なってこれだと思います。ちなみに今は川崎フロンターレの本拠地ということでね、今回は一応ヴェルディのその元々を辿ってきたら川崎フロンターレの本拠地に来ちゃったよということになりますね。次はね、どこに行くんでしょうか。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。本当じゃこれはお願いしますよ。11月中にどっかに行ければ。じゃあこちら行きます。ドン。すごいとこ引いちゃった。続いての、ヒットレイケン丸松くん、スタジアム探訪はこちら、釜玉アレさぬきピカラスタジアムです。釜玉アレのホームに行きます。うどん県に行きます。釜玉アレさぬきのサポーターの皆さん待っててくださいね。同じ J3 盛り上げていきましょう。ということで今回はヴェルディを皮切りに FC 東京、そして、フロンターレの、ね、ホーム味の素スタジアム、そして轟競技場にお邪魔しました。